巻き、あ、ことまきプロジェクトプレゼンツ、ことまきプロ、ことまきプロジェクトプレゼンツ、鴨川誠の誠にアニメ。落ち着いては無理やって。落ち着いてても言えてない。なんて言いました。ことまきプロジェクトプレゼンツ。喉がですよね。プレジンツとは、いや、ことまき、ことまきプレ、プロジェクトプレゼンツ、全然喋れてない、久しぶりすぎて。プロジェクトから言えてないからね。ことまきプロジェクトプレゼンツ、はい、鴨川誠の誠にアニメ、始まりました。よろしくお願いします。始まりました、よろしくお願いします。はい、改めまして MC のMC の 2.9 次元ガール、鴨川誠と、誠に台本書いてます、作家の栄一郎でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。あ、もう久々や ね、 ね、もう2ヶ月ぶりじゃないですか。2ヶ月ぶりですね。サボるなよ。サボってないですよ。サボってた、サボってた。サボってない、サボってない。もうほんとね、サボってた。このツケは後で払ってもらうから。どうやってかな。いや、すいません。ほんでしかもね、前回も体調不良っていうか、なんかね、食あたりだったんですよ、うん、どうやら鶏鍋、鳥あたりだそう。いや、もうそんなん食べてるからやん。いやいや、食べるやろ鳥は。鳥別に食べるやろ。そんなん食べてるからやん。で、ね、今日はね、ちょっと昨日から調子悪くてですね、はい、このマスク姿で申し訳ございません。うーん、はい、ね、せっかく久しぶりにあれしてたんやけどもね。まあまあ、じゃあそういうふうに、ん、番組説明、はい、鴨川誠の誠にアニメは神戸アニメストリートにあるスタジオ003から配信しております、はい、そしてこの番組はアニメ、漫画、ラノベ、アニソンなどの最新情報からコアの情報をお届けするアニメ情報番組です。はい、で、僕以後この放送はショールームで配信をしておりまして、また番組を見逃した方やもう一度見たいという方、 YouTube の方でもですね、動画をアップしておりますので、そちらの方もご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで久しぶり。これ今コメント見れてますかね。コメント見れますか。あ、そうだそうだ、こっちにショールーム出してなかった。コメント見ようね。そうそう、多分ね、うん、みんな来たとか言ってるよ。ああ、そうかそうか。入れとかんと、ちょっと待ってね。多分来たとか言ってる。はい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 、エイチロサボンナとか来てるよ絶対。絶対来てる、マジで。サボンナとかほんまに言われてるよ。絶対絶対言われてる、言われてる、うん、だってうちが言ったもん。これね、まこっちゃんのアカウントで入ったらいいのかね。うんうん、これじゃあ配信されてんのかな。でも今ライブ開始で見ていいのかね。どっちで見てるんでしょうか。いけると思うけど。OK です。じゃあライブ開始で見たいね。はいはい。はい。じゃあ今から。うん。ちょっと待ってね、コメント出すね。どこで当たったとコメントロビー表示。ありました。はい、ありがとうございました。ショールーム久しぶりすぎてね、勝手を。それなんですよ。何？だってうち毎日やってたわけじゃないですか。前までね。それが生体結節になってからぱっとりしてないから。でもその話をな、こんなベラベラ喋っててええんやろか。あ、そうですね。じゃあということで、最初のコーナーはですね、近況報告。鴨川誠の近況報告。いや、まあ近況報告っていうよりもう、まあ久しぶりっていうのと、もう心配でした。そのね、喉の何血経限界は何だったっけ。生体結節ですよ。生体結節、そうね。あ、なんかね、生体にね、コブができたんです。うん、ポリープとかではまたなくてどうでしょ。ポリープほどひどくはないですね。うん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 。いや、それでもだってさ、何、ツイッターで見たときに、まあ、確かあれは八王子のなんかイベントに行く頃にちょうどなったんよね。そう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 。喋れませんてか、ちょうど1ヶ月前ですよ。あれなんですよ、うちね、いつ頃からね、うん、その声が枯れ始めたか覚えてるんですよ。おー、ブスってされてもらう。お、覚えてんのか。なえな、きっかけがあったんや。なんなんそれ。ありました、うん、神戸のね、うん、学園祭に出演させていただいて、へー、で外のライブだったんですよ。で、はいはい、その時にすっごい乾燥した風吹いてて、うんうん、乾いた風ね。ファンのみんなもね、うん、喉カラカラになるような感じで、うん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 、でうちもその時に喉がね、うん、もうなんかカラッとしてきてたんですよ。水めっちゃ飲んだんですけど、ちょっと違和感を。そうで、その直後にね、うん、何があったと思いますか。なんでこうするの。まあええけど。その直後に、うん、
その直後に、うん、あのこのアニストさんに直行して、ああはいはいはい、そして一人で1時間喋ったんですよ。間髪入れずに、うち5分前とかに到着してね、だからほんまな休む間なくね、一人でね1時間喋ったんですよ。そういうことか、道理で俺を続くわけや。嘘。そうそうそう、まあ、お二人とこれ大丈夫だけど、声帯血栓の原因は喉の使いすぎらしい。そうそうそう、ね、あだけど、うん、あれなんですよ、その使いすぎは使いすぎなんですけど、うん、その原因がなんかその乾燥でちょっとこじらせたのを、うんうん、こじらせた状態でたくさん使ったからなんですよね。ああね、ちょっと調子悪い状態というか。そうそうそう、だからその文化祭1回でなったわけでもないし、うん、文化祭の後の幕開に1回でなったわけでもないし、かといってそういうわけでもないと。そうそう、だからそのちょっと調子が悪くなった状態を、うんうん、まあ、最大限まで直してはいたんですけど、うんうん、なかなか、そうそうそう、なるほど、無理が重なってツケが来てしまった。大丈夫やったらそのさ、まあ、うん、一人しゃべ、マカワニの一人喋るときはまあ置いといたとしても、そのイベントとか喉ね、もう全く使えなかった、使えなかったっていうか、もう休ませ、うんうん、極力休ませないといけなかったじゃないですか、うんうんうん、そうですね、どうこうの、そん時はね、ライブはね、ピン芸、ピン芸人みたいにこうフリップ芸でやってたんでしょ。そうやってってやってました。ちょっと見せて、何かちょっとジャンプするよジャンプするよってさ、みんなそれ見て、あージャンプするんやつってそうそうそう、ああ言うてそう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 、でこう、これはその要はライブの時のパフォーマンスをこうやってたりこうしたり、うん、あだけど物販でもこれしてましたよ。あそうなんや、ありがとうありがとう、夜屋でありがとう。そうで、まあ、まあこれ使ったりね。そう、 MC との絡みとかあったでしょ。あそう、あと、うん、重宝したのがね、うん、こうパソコンタイピングで喋りました。そうなん、ツイッターで見た、タイピングが早くてよかったみたいなことを言ってみて、そうなんです、うん、ここでね、生かされました特技が。今日、お、栄一郎、あぁ、いやいやいや、ね、ゆうきさん、ありがとうございます。お、あの、多分初めて見てくれてますよ。お、はい、ありがとうございます。うわ、ゆうとさん、中二病はいつもこじらしてんのになって、ちょ、違うわ、なんで、この流れでこじらせてるやつあなたでしょうが。え、どういうこと、どういうこと、完全に栄一郎の流れやと思った。いや、違う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 、京野菜フェスタも大概そのところに出てった気があって、京野菜フェスタとか見てるの。そうそうそう、だから野外、うん、野外がね、野外が多くて、しかも時期で言ったら、まあ、乾燥しやすい時期っちゃ時期ですよね。そうそうそう、そうなんです。で、重宝したのがタイミング。そうですね、じゃあ別にいつもいっぱい歌う分には全然問題ないんですよ、いつも、うん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 、なんかこの1周年とかなると一人で何十曲、何十曲、二十何曲とか歌うし、まあそりゃそうやな、まあでもそれやってたら、まあ途中でお腹空いてくるぐらいで、別に喉が苦しいとかも特に、うんうん、なかったんやる、そう、むしろね、いつもね、たくさん歌い終わった後はその分喉が気持ちいいんですよ。へえ。でも、あ、そう、そうそうそう、でもね、そうならなくてね、今回ばっかりは、そう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 、という感じでござんした。どう、何、その、やっぱ喉に違和感は覚えるわけっていうか、さっきからマスクずれすぎよ、マジで喉をなんかかばいながら歌ってた感じ、うん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 、なんか意識しないとなんかノイズが入るというか、ガサガサ声になっちゃうとか、ガガガって。僕基本的にね、マコアニの時とかいつもそんなことない、たまにマコアニの時でも僕先焼けして喉ガサガサ時多かったから。いや、もう飲むなよサボるし。いや、サボってなんだ、サボるって。サボってたやん。サボってないよ、通りで当たって食中毒でいいの、そのそのまま切って、もうここでもう垂れ流し状態で喋らんか。ごめん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 、本当ごめん。はい、罰ゲームありますから。それ何、どういうこと、罰ゲームカモン。え、何何何、じゃあね、俺実はさ、むっちゃ申し訳ない、前回の放送見てないね。何なん、代表とか全く言ってないから、罰ゲームカモン。え、チャラチャチャラチャチャ、あ、どうもです。え、なになに、いやいやいや、俺もうちょっと言うてるやん、喉めちゃめちゃ痛いねんって、この子やで。大丈夫、慈悲の心がある。これどっちかがなんかめっちゃすごいやつで、どっちかがただの水らしい。もしかして新潟あたりの美味しい日本酒とかじゃないんですか。違う。いや、分からん、中身が何かはね、うちあんまり詳しく知らないんですけど、なんか一個がなんかすごいやつで、もう一個が普通の水らしいよ。慈悲の心があるから。なるほど、選ばせてくれると。センブリ茶、センブリ茶
プリ茶でもなんかどうなんやろね、なんかね、なんかすごいやつなんですって。無茶ぶりとちごでセンブリ茶そう、実はあとさ、じゃあそれやるけどさ、はい、あのめっちゃ申し訳ないですね、風邪ひいてるからマスクなんです言うてるやん、まあ、もちろん風邪もひいてんねんけど、はいはい、あのそれにかっこつけてヒゲそんのめんどくさいからマスクで隠しとけと思って今すっげえヒゲになってんの大丈夫、多分ね、あかんような感じになってんの、あの栄一郎のヒゲとか誰も見てないから大丈夫だよ、ね、じゃあ早く飲もう、早く飲もう、どっちにするの、ここに穴でストロー入るようにしとけよちょっとすいません失礼します、いや、はい、お前これはあかんねっていうぐらい大丈夫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 、はよう言われてるアキラさんにも、そんな映ってないやん、まあまあね、え、何どっちを飲んだり、なにこれどっちがどっちだから、ちょっと見せようか、待って待って待って、そうそうそう、こあのだからね、うん、これが2セットあるのさ、そうそうそう、でどっちか1セットは、うん、まあ、これは別になんか普通に水なんですけど、どっちが水なの、こっちが水、これは水、これは水で、これもどっちか水、あ、なるほどなるほど、あ、逆逆あ、逆、あ、これがどっちか、うわ、こんばんは、なんかすごいやつ、いや、わかったわかった、じゃあもうね、まあ5分押しやからあれやけど、うん、とりあえずじゃあどっちにするの、どっちか、これのどっちかが、どっちかは水やから、で、ちなみに俺そのほんまに何も知らんからな、何、うん、大丈夫なやつ、なんか飲んでわーって体小学生みたいになるとかそんなんない、なったらなったでいいんじゃないですか別に、いやいや、待て待て、ゆうとさん、試しに飲んでみろって違うやろ、これ。試しにでないね。じゃあ、わかりました。めっちゃおもろい。どっちでいこう、アンケートじゃないけど、あれ聞く、コメントで。どっちがいい、てれん、右か左。俺から見てる、うん、右か左。右。右。こっちね。透明な方。透明な方、両方や。両方の目左、ゆうとさん左。はあ、両方。右、両方。あきらさん両方。意地悪すぎる。うん、前はじゃあもう右ここ、はい、行こう、あれね、もう自分で決めた運命やで、いや、すいません、栄一郎罰ゲームいただきます、はい、うわ、こわどう、おい待て、おい待て逃げるな逃げるな、はい、水水水水、ああ、声を失った、栄一郎声を失ったな、大丈夫大丈夫、大丈夫、なん、酸っぱー、あ、酸っぱいんや、いや、ほんまにわからんかったからめっちゃびっくりした今え、でも酸っぱいもんって大概体にいいから大丈夫ですって、いやいや、そうそうそう、そういうことじゃないし、さ元気になるよ、元気になるよ、なにこれ、いや、うわ、あ、まだほら、だってあーってなってる、あーってわかる、あーってなってる、だって飲む前より元気になってるやん、いや、それは元気、元気でか飛び上がったらびっくりした、めちゃめちゃ、大丈夫、ちょ、飲んどき、こっち水やし、あ、クエン酸水か、水飲んどき、水じゃないけどな、両方入ってるやんけ意地悪すぎるやろ、スタッフの人のみんな、うわ、びっくりした、うん、うわっうわっ、ちょっと水、まあこっちはほんまに水だから、いや、まあそれは、うん、優しい世界まあまあね、元気になるよこれで、いや元気な、おいちゅう先生元気になるよ、クエン酸水どうしたん、なんでこんなんあんの、ほんでなんなんこれ、まだ残ってんで、やめとけや、やめとけてうわびっくりした、おいしかった、最初さ、なんかすごい何、なんか辛いのとか、うんうん、ほんまにカーってなるのかと、まあカーとはなったんやけど、うんうん、めっちゃびっくりした、あ、こっちかー思ったもん、飲んだ時に、ほう、酸っぱって、すっ、いや、酸っぱいどこじゃない、酸っぱいじゃなくて、うんうんうん、なんかね、口の中をキューってさせられてる感じ、いや、え、ちなみにうちはこれ絶対飲むなって言われてるから、絶対飲んだらあかんよ、そんなそうそうそうまあね、自分が飲めないようなもん、さすがにアルコールは出さんか、いや、アルコールやったらありがとうございますので、うわびっくりしたっていうか、なんやねん、飲まないの栄一郎さんって言われてます、いやいやいや、僕はもうこれこれ何、どうしたん、なんでなん、なんで持ってんのこんなん使うことあるこれ、いや、すごいな、よく出てきますよねこんなん、すっとね、もうじゃあな、じゃあ最後これガッと飲まないの栄一郎、飲むよ、もう最後ね、これね、飲むよ、ファイト、元気になるって、うわこれきつい、酸っぱいものは体にいい、あー痛っ、痛いの
元気になるよ、みんな拍手。でもこれを飲んだことによって栄一郎が元気になって、この後の放送が順調にいくといい感じですね。ほらほら大丈夫、ほら ほんまに水やから、はい、本物の水飲んだ。怖いわー、ありがとう。うん、うわ、じゃあ、酸っぱいというかあのなんか辛いというか塩がみたいなのが、あ、そうなんや、すげえ。こっち水やから飲んどきって言って飲んだの面白かった。びっくりした、ほんまに。水じゃないけどな、ぶん殴ってやろうかもだ、ほんまに。水じゃないけどな。いやいやいや、しかも偉いもん、これ飲んだ後水飲んだら水が甘く感じるから。うわ、すごい、すごいやろ。いや、いいわけじゃない、いいことないよ、もう。いいやん、いいやん。ええー、ことはないよ。いや、でもほんまにさ、俺から見て右がいいと思う、左がいいと思うとか言ってるとか、心底どうだったはずい、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 はずい。早く飲めばいいのに。だいぶはずいから。どっち選んでもいいし、やめよう。ありがとうございます。何、ここのスタッフさん、みんな優しい。まあいいよ、これで許してあげる。懺悔な。オペレーションしてくれてる人持ってくるとき、すげえニヤニヤして持ってきたもんな。だってあの人が考えたもん。いやー、うわ、マジか、もう。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ということで、栄一郎の罰ゲームのコーナーでした。はーい、懺悔終了。いやー、じゃあこんな罰ゲームの時久しぶりやからさ、しかも、うんうん、いや、ごめん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 。元気になってますよ。めっちゃ元気なる、正直元気になってる、ね、ほら、これ飲む前と後じゃテンションが違うもん。うぅ、やったね。うん、あーね、ありがとうありがとう。はい、もう行きますか、コーナーに。そろそろ、そうそう、行く、もうちょっと話しときたかったけど、じゃあ行こ行こっか、もうな、はい、ええー、時やから。はい、はいはい、では以上、鴨川誠の近況報告でした。はい、次。はい、何でもは知らないわよ、知ってることだけ。あ、誠に、何でも知らないわよ、知ってることだけ。このコーナーは私たち2人が最新アニメ情報やイベント、うん、おすすめアニメなどを紹介していきます。ですです、ね、はい、今日はあのまこちゃん声負担かけないようにね、うん、半々でタイトルコール。そうそうそう、タイトル半々だから最初ね、ことまきプロジェクトプレゼンツ、もう今言えてるもんな、あのクレーン算数みたいなことだから。最初出だし全然見てなかった。でもこの半々にする感じいいな。あーね、なんかリズム的に、それはそれでいいよな。うんうん、向かってみる、はい、何でもは知らないわよ、知ってることだけ。おー、ちょっと間がずれたけど。さあ、ということでね、今回ね、はい、の紹介する、アニメはね、こちらでございます。はい、まあ、これ前回ね、先月にね、紹介しようと思ってたんやけども、デリュン、ジョン出るかな、これ、こちらの画面が映ってくれれば助かるのだが、さあ、まあ先に言ってみましょうね、うん、なんとなんとなんと、傷物語劇場版3部作、うん、こちらを紹介します。わー、もうね、もうご存知の方はもうご存知というかね、うんうんうん、まこっちゃん化け物語シリーズは割と見てたっけ。そこまでやったっけ。そこまで見てないですね、ちょっとしか見てないかも。うん、じゃあ全部、あと飛び飛びとか。あ、じゃあ全部見よう。全部見ましょう。はいはいはい。で、まあ、これは3部作として、劇、うん、傷物語劇場版3部作はですね、はい、3部作として劇場アニメ化けの予定ですと。はい。で、まず第1部が、鉄血編、鉄血編、鉄血編が2016年の1月8日公開予定ですと。で、その後に、熱血編で、その後に第3部として、はい、冷血編っていうのがね、ほうほう、あ、全部血なんですね。そうそうそう、公開されて、あ、いいとこ言った。どうや、そう、なぜ血なのかというと、まあ、ご存知の通り、あの荒木くん、うんうん、は吸血鬼の血が半分混ざってるでしょ。ふんふんふん。で、今回この傷物語っていうのは、まあ、あらすじも一緒に紹介するんですけど、高校2年生の荒木暦はある夜伝説の吸血鬼であり、怪異の王キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード、はい、推しの忍ですね。長、そうなの。それでハートアンダーブレードやから、うん、刃の下に心で忍っていう字に推しのが、そうなんや、知らんかった。そうなんですよ。で、僕が一番好きなキャラクターなんですけども、うんうんうん、との衝撃的な出会いを果たすと、うん、要はあの最初の化け物語ではもうすでに荒木くんは、忍に吸血鬼にされてたところからも始まってるんですけど、うんうん、要はその荒木と、忍の、 あの吸血鬼になった経緯のところをアニメ化がされると、うん、なるほど、まあ、劇場版になれると。
でママユイほどに美しく、地獄おるほどに恐ろしく、獅子を失い痛々しくも無残な伝説の吸血鬼、全ての物語はここから始まりますと。ということで、はい、荒垣小泉くんとね、決勝とアルセロラオリオンハートアンダーブレードこと推しの忍との出会いが書かれたファン待望の傷物語はもう、じゃあなんかスピンオフに近いってことですか、元々の物語があって。あ、ね、これなんて説明したらいいんやろ、全ての物語が物語としてつながってるので、あスピンオフとかじゃないのよ。あ、分かった分かった、理解し、把握した。どっちかっていうと時系列もちょっと、うんうん、あのバラバラになってたり、バラバラっていうか、分かる分かる、あの日暮らしを理解できたら理解できる感じ。そういうことそういうことそういうこと、オッケーオッケーオッケー、はい、はい、特にそのアニメしか見てないっていう人にはこの物語シリーズで一番その知りたい部分なのね、忍とあの暦がどうなっていく、そうなったのか、うんうんうん、要は本当の始まりの始まりやから、なるほどなるほど、があの明かされてなかった、話がやっと来年1月から。わ、それめっちゃ楽しみじゃないですか。そうそうそう、だから逆にこっから見るんじゃなくて、もうほんまに物語とか猫文のとか、うんうん、いろいろ見てってからこっち見たらいいよっていうやつですね。なるほど、うん、え、これって、うん、もうこの、え、もうなんか原作でストーリーは出てるとかはないんですか。でも出てますよ。あ、出てる出てる出てる。あ、じゃあ知ってる人はもう知ってるんや。知ってる人は知ってる。なるほどね。じゃあ映像で追いかけてる人が、うん、そう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 。それはでも、もし出てなかったらごめん、出てるはずはいはい、オッケー。これが原作がちょっとまだ全部読み切ってないだけだから、ゆっくり読んでるだけで、まあそういうことでございまして、うん、まあちょっと足早に説明しましたが、もう言わずもなく物語シリーズは傑作ですと。でしょうね。はい、西尾維新による原作小説傷物語を、3部作に分けてやってるんですけど、これもちろんシャフトですから、うん、制作会社はね、窓マギとかの総監督のね、方とシャフトが送る、もう映像も楽しめるし内容も楽しめるんで、ぜひぜひ皆さん、はい、見に行きましょい。しょい。以上。以上。何でもは知らないわよ。知ってることだけでした。じゃあでも見て、これさ、パソコンの画面の中にうちらがいたよ今。うん、いたいた、びっくりした。すごかった、なんか。うん、なんかちょっと嬉しかった。ちょっとはしゃいだわこうやって。コメント見てみよう。なんか来てる？あ、物語シリーズのプロローグかな、まあそういう風に思っていただいて大丈夫ですよね。うんうんうん。おい、ちょっと待って、変なこと言ってる人が、常にクエン酸持ち歩かないとってどういうことやねん。好きじゃない、言われてる。元気になってってね。あ、ほらほら、ね、2008年だ、ずいぶん前にね、出てるんですよ。僕はそこに落ち着いてる。そんな前に。そう。持ってた、あの、あれ、何忘れ、京子の、あれもね、ドラマっていうか、あれやってるしね。ん西尾維新の、うん、ねえ、置き手紙京子。置き手紙、え、知らん、置き手紙京子やってるやん。え、初耳ですね。あ、じゃあそれはもう自分で調べとく。ググレカスってやつですよ。はい、ああ、カスって言われた。カスって言われた。まあそういうことで、ググレカスでしょ、ただ。まあググっといてくださいということでですね。はい。まあ30分でございます。次のコーナーに行きましょう。はい、次のコーナーは鴨川誠のグッズおたえの道。わい、わあ。はい、鴨川誠のグッズおたえの道。そう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 。このコーナーは私のお気に入りのグッズを持ってきて、思い入れや魅力を余すことなくお伝えし、グッズを買わないこの栄一郎にもグッズおたえになってもらおうというコーナーです。はい、僕としては一番しんどいコーナーでございます。いや、今日控えめやから全然大丈夫。控えめ、超控えめ。まあだって量的にはだってね、ないもんね。ほう、そうそう、これね、今回どれ、はい、今回紹介するのはデカ缶バッジ。デカ缶バッジ、そうそうそう。うちね、今までね、うん、これそんなに興味なかったんですよ。けどね、これが自立するということを知って。自立する、あ、立つってことね。そう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 。あ、今まで買ったことないかどうなのか知らんかったけども、あれ、東京グールととあれ、配給のコズメ研磨ですよ。あ、また研磨か。また、またって言ったな。またって言ったな。え、でこれもね、こうやって、これじゃちゃんとね、こうやってほら、ほう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 、でこうやって飾ってるとね、なんかね、結構大迫力なんですよ。これはええ感じ。おーおー、光ってる光ってる。あー、ちょっと反射してる。こうかな。うわ、かっこええ。ほら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 、ええ感じ、ええ感じ。ちょっとカチャカチャせんで。いや、このキラーンって感じがなんかいいかなって。いや、でも確かに、キラキラキラ。いや、缶バッジとかって持ってた、でも実際。え、うち異常に持ってますよ。え、そうなん。え、缶バッジ異常に持ってますよ。なんかもう部屋にね。よかった、でかいの持ってきてもらって。もう前の前々回なんかのファイクリアファイル思い出したら、それぐらい異常に持ってんの。
うん、異常にある。なんか、うん、うちだからストラップも異常にあるんですよ、うんうんうん、だからなんかあのちょっと布状のものにね、もう全部つけて、そうつけて、その缶バッジにストラップを通して、うん、はっつけてるんですよ、一個一個。はい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 そうそうそう、うんうん、だからそういうほんまにバッチとして張り通してるやつは、うん、外すの大変じゃないですか。うん、確かに、ね、だけどこれはこう、そっか、立てるし、ドンって。確かにこれはあの、うん、迫力あっていいかも。こんなん置いてあったらでしょ。まこちゃんのも作ろうって言ってるわ。いや、それは確かに、うん、あ、でもうち最近缶バッチ出たんですよ。てか前からあったんですけど、新しい缶バッチが出て、うん、なんかこんぐらいの、し、ん？どうやったらできんの？こう、こう、ひし形をあれしたかったの？え、違う、縦長。縦長？こ、こ、こういうこと？あ、そうそう。俺もできんわ。こうでええわ、こうで。縦長のね。そう、こんぐらいのね。うん。できてん。缶バッチ？そうそうそう、缶バッチ。なんか、衣装コレクション。衣装シリーズコレクションってやつで、うん、なんかいろんな衣装があるので、そのタイプ別に、缶バッチだとシールと出始めたんですよ、ちょっとずつ。ぜひゲットしてください。ゲットしよう。持ってきてください。うんうん、はい。今日もね、持ってきてるので。はい、あ、そうなんや。これは最近買ったの？最近、いや、最近じゃないですよ。出会ったきっかけというかさ。だってうちこれ前回に紹介したかったやつやもん。あ、そうなんや。そうそうそう。いや、まあでも、その今まででかいのは買わへんかって何がきっかけでな？それは、あ、立つんやって知って買ったの？いや、買ってから知った。買ってから知った。うん。それはやっぱり、あの、これ欲しいわ、グッズやしと思って買うて。いや、なんかアニメイトでね、うん、こう見てたら、うん、あ、これめっちゃかっこいいやんってなって買った、うんうんうん、あ、単純にじゃあもう引かれたんや。今まででかい感じであんまりあれしてんかったけど、そう、いや確かにかっこいい、かっこいい。そう、これね、なんかこれぐらいとかやったらなんか結構置いといてもええわと思うわ、うん、そう、なんかね、クリアファイルとか使い道あるんからさ、これやっぱリアル闘神のキャラのグッズ好きなんですよ。うちなんかこういうのとかもね、あ、好きなんですよ、ちっちゃいのも。要はそのなんていうの、あれなんかね、デフォルメみたいな、デフォルメされてるのよりはこっちの、うん、そうそう、デフォルメも好きなんですよ。だからうちいつも持ってるぬいぐるみとかもなんか丸っこいし、うん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 、好きなんですけど、こういうね、プリントされてる、そうそうそう、ちょっと高まりますね。高まってるもんな、今あんま喉使わせたくないけども、高まってめっちゃ喋ってるし持ってるもんな。そうそうそう、これだからこういうクリアファイルとかもね、そこがいいんですよね、ポスターとかも。あ、そのデフォルメされてないやつで、そうそう、やっぱストラップとかってちょっとチビキャラになるじゃないですか、うんうん、どうしてもな、しゃあないしゃあない、チビキャラも好きなんですけど、うん、このやっぱリアル闘神でバンと印刷されてたらうちは高まる。うん、まあまあ分からんでもないけどね、うんうんうん、あ、じゃあ今回おすすめするのはでかい缶バッチやったら、これやったらでも僕もちょっと買ってもいいかなと思う。何本ぐらいですか？ちなみにちょっと値段聞くのやらしい。忘れました。ちょ、忘れんない、何やねん、もう値段関係なく買うタイプやん、一番危ないやん、勘弁してくれよ。いいじゃないですか、飾るときはかっこいいもんね。そうですよね、うんうん、そうそうそう、ケノあれ、ケノッチさん知ってるぞ、ケノッチさんね、うん、忘れました、キリ。値段とか二の次やろうって、もう完全にまこちゃん側の意見が入ってるわ、ゆうとさん。そうそうそう、そういうことか、うん、だからもう値段、グッズ買うのに値段を気にしてちゃいかんと。そう、もうほんまにいいもんやったらね。なるほどね、と思いますわ、値段じゃないと。そう、だからうちも、でも俺は値段は気にしとこう。でもうちもね、だからね、うん、アンサンブルスターズの CD もね、視聴動画が上がってるにもかかわらず、視聴動画を聞きもせずに全部予約したから、うん、あ、なんなん、ちょっとやめてとは言わへんけど、うん、何ツイッターで俺それ全然興味ないですって前から言ってんのに、それやろ、これはなんなん、なんで持ってきたこれ。え、第1弾が発売されてたから、予約したの回収してきたんですよ。回しもんね、回しもん。え、でももうすぐ第2弾が出ますよ。あ、そうなんや。で、なんなんそれ、教えて。え、だからね、ちょっと映して、これ、ま、第1弾がこの2枚ってこと？うんうん、ほん、ほんで？え、ほんで？アンサンブルスターズって、アンサンブルスターズについてから話したらいい？そうやな、あの、まこちゃんがハマってる変なアプリやろ。変なって言うなよ。ゲームアプリやんな、違ったっけ。まあまあまあ、あのね、まあ要は やたら2つのあるやつ。え、なんかアンサンブルスターズっていうのは、うん、なんかね、
なんか男性アイドルがいっぱいいるんですよ、学校に。うんうん、まあ見る限りそんなような。なんか男性アイドルを育成してるらしくて、うんうん、でプレイヤーはそこに、うん、歌のプリンス様とはまたちょっと違うね、うん、あでもどうなんやろ、歌プリをそんなに詳しくないからわからないけど、うんうんうん、だけどプロデューサーとして入るんですよ、うん、であ自分がね、そうそうそう、物語としてはそうそうそう、でなんかそのみんなをプロデュースしていく、うん、まあ、レッスンとかしていくってやつなんですけど、うん、まあ要は、あでもそうそう、深夜イベントとかある。え、どういうこと、どういうこと。え、だからめっちゃレッスンしてハートが溜まっていったら、うん、その人とのストーリーが読めるみたいな、うん、ああはいはい、そういうイベントが発生するわけね。え、でもほんと申し訳ないんですけど、うん、ほんと正直申し訳ないんですけど、うん、うち深夜イベントストーリーはあんまり読んでない誰に申し訳ないか知らんけど。え、いやなんかあの何これ、ハニーミルクはお好みで。そう、それうち好きなやつっすよ。え、そうなん、もう、そうそうそう、タイトルからしてあんまっていうやつやで。これね、胸焼け起こしそうなタイトルやけど大丈夫。もういいほんまにいいよこの何、メロディー・イン・ザ・ダークでダンサー・イン・ザ・ダークみたいな。いやでもうちね、もうこのハニーミルクはお好みでダダハマり してたからね。そうなんや。そうそうそう、もうこれしか聞いてなかった。どんな感じの歌、ちょっと歌ってみて。え、マイレディーって感じ。なんやねんもうちょっと気持ち悪いって思ったけどいや、あのね、で、あ、うちはお気に召すままマイレディ。そう、それそれ、もうここがね、いいんですよ。ここがいい、このサビを。お気に召すままマイレディ。そう、サビね、同じメロディーを2回繰り返すんですけど、うん、その繰り返す直前のここが一番高まる。へぇー、聞きはしてないですけど。で、なんで持ってきたんこれ。なんだこれ、なんで持ってきたん。そんなん自慢するために決まってるやんか。ツイッターでもさ、うん、急に俺になんか言ってこんかった。言ってきました。ね、やりとり見て知ってる人いるよねあれ何俺全然興味ないですけどって言ったけど、曲について語り出すよ ね。それを無視してまた返信してくるっていう。そうで、アンサンブルスターズの、うん、うちは何を楽しみに、ね、そうそうそう、やってるかっていうと、うん、これさっきもチビキャラとリアル闘神の話したと思うんですけど、うんうん、まずレッスンするときってみんなチビキャラが動くんですよ、うん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 、それがまず可愛い。で、なんかこうマイルームとか行ったら、今度はこういうリアル闘神のやつが、うん、はいはいはい、まあ、ちょっとだけ動くんですよどういうこと、ちょっとだけ何、ピッこうやってちょっとだけ動くのちょっとだけこうやってちょっとだけ動くのライブ 2D っていうのを使って。で、あれ、それがね、まずめっちゃ綺麗で、で、衣装の着せ替えができるんですよ。で、うんうんうん、その衣装を集めるためには、まずカードをガチャガチャとか、うん、あとイベントでちょっと課金したりとかしてもうほら出たよ、もう出た、課金中もう出た。ちょっとしか課金しないからちょっとしかしないから。あ、そうで、それでまずカードを集めるんですよ。で、うん、カードを、衣装付きのカードを集めたらゲットじゃないんですよ。ほう。そっからまたレッスンをいっぱいしたら、うん、あの集めることができるジュエルっていうやつを使って、うん、そのカードを成長させていかなあかんのです、うんうん、で、カードを、それもまたジュエル購入も課金もできるやろまあまあそうですよね。恐ろしいなでもうちぐらいになればね、ジュエル結構簡単に集まるようになったんで、今はね、うん、その衣装を開放するのが楽です。あ、なるほど。昔が当初は結構時間かけたり、そうそうそう、課金で悩みどころやなっていう。そう、最弱やったからね、最初はね。最初は誰しも最弱ですから。だけどうちは、あの強いカードを集めて、さらにちょっと強いカードを集めてってしてるうちに、うん、うちはジュエルを集めやすいカードとかを結構たくさん集めて、うん、今となっては結構簡単にね、いろんな衣装を集めることができるという。結構自分の今、まこちゃんが見てるアイドルたちは、うんうん、もう結構な位置にいる子ってこと。そのゲーム内で、あの衣装もいっぱい揃って。あ、違う、あの、そういうことなの？みんなね、平等なんですよ。そのみんなそれぞれカードを持ってて、うんうん、だから全員分1から星1から星5のカードがあるんですよ、うんうんうん、で、いろいろ種類があって、うん、うちはこのアドニスっていうこの衣装を中心に集めてる、うん、なるほどね。そう、もうちょっと前回、前々回もされたけど、この話だったらみまこちゃん仲なるんで着るで、うん、だからうちは衣装集めメインに楽しんでますね。いやー、ほんま、いろいろ来てる。あ、缶バッジ700円やって、アマゾンで。ん？何の？これ？うん。あ、そうなんや。700円らしい。700円。もう課金兵の子も、お姉さんもいろいろね。お姉さんをって歌かな？ケノチさんの。お姉さんをか分からんけど。課金お姉さんや。あ、なるほどね。そんなんも持ってきてくれたんや。わざわざ。そうそう。欲し、持ってきてなんて言ってないのに。
まだある、まだちょっと待って、あ、最近買ったやつがあるんですよ。これちょっと前じゃないですか。うん、ほんま最近買ったの、これこれ、花丸ピッピ買った。おそ松さん、そうそうそう、どう、面白い。おそ松さん、あのね、面白い、あの正直個人的に時々面白くないけど、うんうんけど基本めっちゃ面白い。あ、俺は、おそ松くんめっちゃ好きやからね、言っとくけど。でもおそ松さんはまだ一回は見てないの、うんうん、でもツイッターとか見てても結構みんなはしゃいでる、おそ松さん、うんうん、あ、これはじゃあ絶対期待だいや思って、うん、またまあ、またゆっくりね、時間ある時にズワって見るけど、そうそう、いや笑える、笑えますね笑えます、おそ松さん見てる方、そうそうそう、今ここで、あ、見てる、見てる、あ、見てない、見てない人、ね、見てない方のね、コメントでも見てる人言ってくれたらね。でもうちね、これに影響されておそ松くんも見始めましたよ。おお、しかも確か、え、テレビ埼玉かどっか、それにこれに伴ってなんか、うん、おそ松くん再放送してるらしいね。そう、おそ松くんの方ね、うん、またおそ松さんとは違った面白さがあるんですよ。うん、だってもう俺からしたら逆逆っておそ松くんからのおそ松さんやから、まあまあ、まあね、まあね、何よ、それはそうなんですけど、うん、このおそ松さんは結構むつ子が個性ついてるんですよね、割と色別にされたりして。だけどおそ松くんの方は完全にみんな一緒で同じようで、おそ松あっち、おそ松あっち、おそ松あっちって一周するんですよ、うん、誰がおそ松だったんだよみたいな、だって感じがあって、色別にしちゃったらおそ松くんの面白さなくなるんじゃないのそこは分けようってなってんの。いや、それがね、うん、なんか面白いんですよ。なんかみんな個性あるんですけど、なんか根本がクズっていうのが、あ、兄弟なんだなって思うし、あと、いわばお父さんも結構ちょっとクズだから、うん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 、あ、親子なんだなって思うしなるほどな。そう、個性がなんか、これ20何歳かになってるんですよ。あ、そうそう、大人になってるおそ松くんね。そうそうそう、うん、で、だからその時間が経ってそれぞれ個性はついたものの、うん、なんか、やっぱみんな根本は兄弟やねんなっていうのが分かる時が面白い。結構じゃあその僕のしてるあのおそ松くんじゃなくておそ松さんの場合はやっぱストーリーもちゃんとあるね、ストーリーが中のちゃんとその、うん、そういうね、え、けど時々ほんまやりっぱなしのギャグとかある。まあ、本来は赤塚不二はそうですからね。え、この空間何って思って、え、何のまま終わって、うん、次の話みたいな、うんなんか宇宙空間から始まって、うん、宇宙空間に3人いて3人とも酸欠で死んでしまってっていうだけの話。何その ブラックユーモアというかさそうそうなんねよ。でその後どうやって生き返ったかとか、そもそもどうやって宇宙に行ったとか、そういう話は全くない。このもう細かいこと気にするやつが負けみたいな勢いある、そんなもんいらんねん、もうそういうギャグでそれで落ちやねんからええってことですよね。なんかね、それがね面白い。じゃあおそ松さんは見よう。うん、見てください。なんか視聴者だけがえっえってなる時が面白い。ああね、それがまた面白いのね醍醐味というか、うん、自分じゃあはよあれやで、まあ、こっちさんワンパンマン見や。あ、せや、ワンパンマンやってが面白いから、うん、絶対見えひんや今の返事。見る、絶対見えひんやつや。見るわ。俺もおそ松さんだってもうそもそも見よう、何歌詞を説明したいのね。ほんで、はい、何、あのね、だいぶ時間食ってるやつ。いいけどさ、何、あのね、この花丸ピッピは良い子だけ、うん、一回映そう、その一回とりあえず置いてからしよう。うん、はい、これな、うん、これなんですけど、うん、あの花丸ピッピフルバージョンの歌詞で分かることがあるんですよ。ほう、なんかさっきブラックユーモアって言ったじゃないですか、うんうんうん、おそ松くんって結構そういうとこあったでしょ。うん、あったあった、ブラックユーモアのところ、ブラックユーモアとかね、で、うん、まあ、はちゃめちゃなんね。そうそう、あのオープニングでは、うん、ね、明日も昨日の良い子だけっていうのと、うん、よろしくお上がりおそ松さんっていうメロディーのところがあるんですけど、これフルで一番最後に、うん、この世にいるのは良い子だけって歌うんですね、うん、で、花丸ピッピは良い子だけっていうタイトルなんですけど、うんうんうん、今特に違和感を感じなかったですよね、今聞いても、うん、特に、うん、特にね、でこの世にいるのは良い子だけ、良い子だけやろ、どういう意味と思います？え、だから、え、そのさっきのボケじゃあその宇宙空間のやつ繋がんやったろ、うん、ってか根本クズなんやろ、うん、そう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 、それどういうことなの？え、だからこの世にいるのは良い子だけって聞いたら、この世には良い子しかいないよみたいな、うんうん、ふうに思うじゃないですか、うん、よ、漢字をよく見てください。いや、もう漢字読まなあかんのかい。そう、いるいないじゃなくて、いるいらないの、あ、いるなんですよね。こわー、この世の中に、いやいや、喉喉大丈夫大丈夫、今の大丈夫大丈夫、いやでも怖いわ、末恐ろしいわ、
この世にはいい子しかいないよみたいな雰囲気で歌ってるけど、歌っててよく見たらいらないっていう、そう、この世にいるのは必要なのは良い子だけ。怖いわ、ね、必要枠っていう言葉もございますが、なるほどな、怖いわ。でかいでかい言われてます。うちはねこれフルバージョンの歌詞を見てねゾワッとしたところ、ね、あれはないの、おそ松のズボンをから松が入ってんの歌ないの。あれめっちゃ大好きやねんけど、それは歌ってうちも見たけど、内田優也とか入ってるけどさ、入ってないですね。そのなんやあれはないんや。いやそれうちも知ってますよ。だからおそ松くんちょっと見てるからね。そう、ちょっともうまこちゃんその歌詞になんか隠れての好きな、うん、なあ、うん、高まるよね、うん、あと自分もやっぱ作詞するし、あーそういうのもあるやな、やっぱ込められた意味はできるだけ読み解きたいなっていうのはあるけど、でもこの世にいるのはちょっともうブルったわ、うん、あーそういうことってなったんやそうそうそう、怖すぎと思うもうホラーやん。まあじゃあそれも含めてちょっと僕おそ松さんちょっと時間あるとき見ますわ、はい、まあね次のコーナー行きましょう。もうとりあえず、うん、もうなんかなんだなんだ、うん、満足した満足した、喋れたし、溜まってたんやなそうそう、これをね言いたかった。もう一個それは何、そこにある箱は、あこれはあれただのああペン入れ、ペン入れ、あでも待って、なんかうぃー、うわー日向こんなん出てきた。いやいいですね、このお宝感があるね。あ、かわいい、ほらこうやって、うん、やっぱちっちゃいキャラってかわいいな。今白鳥沢とバトルしてるっけ。白鳥沢は違ったっけ。してるやん、決着してるかもよ、原作してるんすか。つくかも今週号か。うち今合宿行ったぐらいなんですけど、うちが見てんの今。あ、そっかアニメやもんな。そう、2回目の合宿行ったぐらい、うん、そっかそっかそっか、うん、まあいや、ということでね、はい、以上、鴨川誠のグッズ応対の道でした。わーい、はい、では続いてのコーナーね、もう20分しかないからとパッパッとやるよ、はい、勝手にまこアニランキング誠に勝手にランキング。このコーナーは毎回さまざまなテーマを用意して、そのテーマの中でまこアニが勝手にランキングをつけるという誰得企画でございます。でございます。今回のね、今回のテーマは、今回のテーマはね、ちょっとお待ちをこちらです。ドン、まこに勝手にランキング、友達にしたいキャラ、よいしょ、にゃい、友達にしたいキャラですね星だ星、そう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 ね、うん、あれなん、そのなんかすごい難しいねんけど、まあ、女の子ばっかりやけど、友達にしたいやん、うん、だからこいつが横に追っといてほしいとか、こいつとこういうとこ行きたいとか、うん、そういうの基準でこの中でじゃあ順に言っていきましょうか。なるほど、あれ、ね、友達にしたい言うてんのにまさかのはがないからエントリーしてますからね。だからですよ。ああそういうことね。この子ね、僕はがないちゃんと見てないんでね。あ、見てないですか。これは柏崎でいいの、うん、多分せいな、星せいな、せな、そうと、まあうまるちゃんでしょ、うん、で日常のちゃんみをね、ちゃんみを、ちゃんみを知らないんですよ。え、なんで日常やで、ちゃんみをは知ってるけどちゃんみをしか知らない、でちゃんみをの中身は知らないだって日常やで見てないんです。え、日常見てなかったっけ。だって見てない、ちゃ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 んちゃんとか歌してたやん。歌は好き。あーあー、うんうん、やってもうた。まあ、や物語シリーズ八口迷いですよ、うんうん、と、星、荒川アンザ、うん、星です。そう、あのね、これ杉田さんよね、これ。そう、これを企画した時、うち星ハマってたから。だからね。もう1位決まったやん。そうそうそう、いやいや、でも今となってはね。うん。いやでもやっぱ違うんじゃないかな。ランキング。あのね、まずね、セナちゃんは何がいいかっていうと。うん。でもそう、教えて。俺この子知らんね、あんまり。あの、めっちゃモテるんですよ。うんうんうん。けど友達がいないんですよ。うん。だからモテるってことは、うん、なんかちょっと友達と違うじゃないですか。なるほどね、その距離感というかその感覚がね、なんかちょっとね、奴隷に近い感じになっちゃってるんですよ。だからこの子めっちゃなんか奴隷に近い感じだったら、もう告白とか、いや、ほんまになんか感謝しなさいみたいな感じなんですよ本当に。なるほどね、だからそういう意味では儚い中でも、そういう意味で友達がいないポジション、ね、靴を舐めさせてあげるわみたいな感じで、まず男の子とは友達になれないし、男の子は周りにいっぱいいるけど友達になれない、はい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 、で
でモテすぎちゃってるから女の子とも距離が空いちゃって友達ができない、うん、で、あーね、で女の子と友達をすごい作りたがっているという、あ、そういうポジションなんや。そうそう、その子も友達として、じゃあ正直俺はそれやった友達じゃなくて靴舐めさせていただきます、ありがとうございますパーターに回る側やから、俺は友達じゃなくていいよ、回る側や、そっち返し、もったいのうございますって言いますよ。いいや、そんな目でみんなや喜ぶやんけ。じゃあ違うかつ、じゃあもう何なら、ランキング書きいいやん、まず。え、今、うん、現段階で、現段階で、現段階もう 順番にあの相談してって、え、あぐねんの、うん、じゃあ待って、じゃあうまるちゃんはどう。え、だからあの正直うまるとせなちゃんで迷ってる。せなちゃん、せなちゃんね、うん、確かね、友達にしてどうしたいの、せなちゃんと仲良くしたい。なんやねんそのふわっとしたやつ仲良くしたい。なんやねん仲良くしたい。だからね、例えばこの子と恋愛相談を逆に聞いてあげたりとかさ。それは別に何がしたいねんじゃあえ、なんか、なんかでもな、この子なんかな、うん、友達らしいことできたらめっちゃ嬉しそうにしてた印象があんねん。あー、その顔が見たいみたいなとこもあるんだ。そう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 、なんかすごい可愛い。どうせうまるちゃんはうまるちゃん家行ってずっと一緒にゴロゴロしたいってことでしょ、うん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 、どうせうまるちゃんはそれはもうめちゃめちゃええと思って、うまるちゃんとゲーゼン、うん、でもなんかせなちゃん可愛いんだもん、なんか、あーね、うち女の子やし仲良くしたら泣いて喜ぶと思う。星は、え星、うん、星はね、なんで言えたよちょっとやめろや俺がラインナップ作った時は星入ってなかったのにあんたが星入れてくれ言うから入れたんやで。いや、うち勘弁してくれよ。いや、星好きなんですよ。いや、好きで、お、そやね、あのな、ちょいちょい思てんねんけど、うん、俺な、友達にしたいキャラとか、うん、弟にしたいキャラとか毎回テーマ決めてるよね。そうそうそう。でもまこちゃんが投げかけてくる時ってまこちゃんの好きなキャラしか投げかけてこないのよ。間違いない。何のテーマを作ってんのって話やねん、ほんまも。そう、間違いない。なんかそろそろはっきりさせよう。テーマに沿ってください。そうそう。テーマに沿ってください。そうだからうち星好きやけどなんかこのテーマに合ってなかったかなって思う。いや、でもそういう意味では俺別に。暇って歌ってくれる。星は友達でええよ。ダラダラと。する普通に男友達で全然ありやもん、うん、でもなんかニノちゃんを好きななんか星がなんかいいんだよな。あん、そう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 、そう、ええやん。そう、ニノちゃんが好きで、うん、あのリクに嫉妬して干からびながらひーま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 って歌ってる星が好きなの。いや、それ別に、でも、いや、だからええー、もう、まあいいや、友達になったってええもん、こいつやったら。え、でも正直これね、うん、荒川アンダーザブリッジで、うん、本当は一番友達になりたいキャラがいるんですけど、じゃあなんでそいつを出してこへんかって。え、あのね、あんまり有名じゃないかなって、ちょいちょいしか出ない。いや、それはもう別に関係ないよ。漫画家のキャラがいるんですよ。はぁ、そんなんおったっけ。絶対なるでしょ、うん、うちも名前思い出せないしでもなんかそれ別にカチャカチャっと叩いたら出てくるやろ。あ、なんかね、その川に住みたくて、うんうん、この橋の下の住民、変な人ばっかりが集まってるんですけど、うん、そこに自分も住みたくて、うん、で、その住民に気に入ってもらうために、うん、一人一人の主人公にした漫画を書いて渡すんですよ。へぇ、そんなんあったっけか。そうそうそう、で、うちも書いてほしいなって思うし、うん、まあまあまあ、ええけどねっていう。で、実際ちゃんみを知らんくて、うん、ちゃんみを知らないんですか。俺は知ってるよ、めちゃめちゃ。あ、知ってるんですか。うん、うん、え、待って待って、そう、ほらもうね、スバズバさん、焼きサバだよとかね焼きサバだよ、あの、日常さ、そう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 、ちゃんみの友達だってめっちゃいいよ、いじりがいあるし、突っ込んでくれるし星はめんどくさそうだね。そうそうそう、面白いけど、ケノキさん面白いけど、めんどくさそう。そう、でも、男友達として全然あり、いけるもん、うん、ちゃんみは楽しいらしい。そう、ちゃんみは楽しい。めっちゃ走ってる印象やねんけど、ちゃんみは泣きながら走ってる印象やねんけど。いや、それ、それもう最終回なんで走ってるかもしれない。ちゃんみよーって電車がブーンって来たのにパーッってやるのそう、なんか泣きながら走ってるイメージしかない、うん、そうそう、中野城くん、いいよ。いや、だからそういう意味で僕の中でランキングそろそろ決めてくで。分かった。え、でもうまるちゃんどう決めあぐねてんの。じゃあもうちょっと
いける当てれるとこから当ててこい。え、でもうまるちゃんとせなちゃんで迷ってるトップを。うん、だからじゃあ星はないよ。どうせちゃんみょうとか八口は知らんから5位4位あたり。いやだけどちゃんみょう面白そうな雰囲気。めっちゃおもろいって。だからちゃんみょうは3位。ちなみに BL の同人書いてるからずっと。え、そうなの。そうだね。え、ちゃんみょう、それを見られへんがためにポリぶん殴るからな。あ、隠してるんや。隠してるから。え、でも隠した趣味を。最強のツッコミキャラやから。ちゃんみょう、でもな、貴様だよっつって。なんかそっか、そうそうそう、まこ、スパスパさん言うに秘密を共有したりしたいな。いやもうだからまあとりあえずちゃんみおは3位やろ。なるほどね、あの無難なとこね。ちゃんみお、まこちゃんはゆっこポジションよ。だからちゃんみみお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 で、ちゃんみおが3位で、うん、おまるちゃんとせなちゃんで迷うな。じゃあもうちょっと8口星のポジションも入れとこ。あのね、何がいいかっていうと、うん、セナちゃんの何がいいかっていうと、うん、セナちゃんと友達になったら、うん、ほんまになんか唯一の友達みたいなになれそうじゃないと思って。あの友達少ないから、親友に近い、あ、そう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 、数少ない友達の一人として。うんうん、あーね、でも重いよ。いやでもなんかそれがいいかなって。ああ、そうそう、だそこがちょっとなんかいいかなって思う。でも今の話を聞く限りやったら、まあ、うん、僕の感覚では一番友達に近い考え方よね、うん、それは。そうそうそう、そのうまるちゃんはだってまあお友達だけどダラダラしたいだけやん。そう、まああと楽しいとかね、はしゃげるとか、まあ、なんかこのせなちゃんにはね、うん、あのうまるちゃんとは多分同じテンションで、うんうん、うわーってなれると思う、うんうん、けどせなちゃんにはそのわーっていうのを教えてあげたいなっていう気持ちになる。はい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 、そうそうそう、もう分かった分かった、同率でええよ。同率ありあり。だってどういう何友達とかっていう言葉も実際あるわけやからさ、うんうん、うんうん、例えばさ、うまるちゃんとかやったらオタクみたいなとか部屋でゴロゴロしようとかやけど、せな、うんうん、ちゃんはちょっと相談乗ってみたり、ほんまに友達っぽいなんかどっかショッピング行こうかとか、うんうん、そういうことができるのがせなちゃんやけど、うまるちゃんせえへんしな。そう、外でだからでもうまるちゃんは自分と似てるタイプだから友達になりたいっていうのと、せな、うん、ちゃんはなんか自分とちょっと違うからこそ、うんうん、あの分かち合いたいっていう感じがするかな。なるほどね。まあせなちゃんはなんか重いよってあったけど、なんかそこがちょっと逆にいいかも、うんうんうん、かわいい、うんうん、ここのソロ同士惹かれ合うのか。あ、そう、なんかそんな感じかもしれん。うんうん、そんな感じかも。うまるちゃんのやかやで表面的にはめっちゃあれやから、ね、めっちゃ友達多いしさ。そうそうそう、オナも決めてきましょう、そろそろ。はい、あと4、5はまよいちゃん。まよいちゃんが友達になったらどんな魅力？な、これはただ単に荒々木目線したんやけど、うんうん、あいつまあまあいじりがいあって楽しいし、いいやつです。いじりがいがある。うんうんうん、こんなやつが隣におって友達としておったら嬉しいなってのはある、俺んな。ああ、そうか。え、そうそう、でもいじりがいで言ったら星負けてないっすよ。いや、星は男同士やねんて。いや、だって言っちゃったら小学生やからな。八九時は、まあね、小学生やからな。うんうんうん、そうか。僕の順位はだってもう正直1位星ですからね、もう。おー、まさかのこのラインナップやったら。じゃあ星4位ね。星4位。うんうんうん、星その次ちゃん、ちゃんみを、うん、ちゃんみを埋まる8、9時ぐらいになってます。え、せなちゃんは？せなちゃんだって知らんからさ。しかもそんな、じゃあさっき聞いたら俺せなちゃんは友達じゃなくて、そのもったいのうございますの方に行きたいからさ、 ありがとうございますの方に行きたいから。そうだな、うん。よし、そうだな。じゃあまこちゃんの独断と偏見で決めていただきました、はい、アニメランキングはこちらです。ダダン。友達にしたいアニメキャラランキング、せなちゃんとうまるちゃんが同率で、うん、ちゃんみを欲しい、まよいちゃん、うん、なるほどね。です。まあ、迷いちゃん、迷いはね、うん、ただね、八九時嘘ついてたからね。え、嘘つくん？嘘ついてたんよ。いや、知ってる人は知ってる。あの、いや、しゃあない、しゃあないよ、しゃあないよ。でも嘘ついてたのよ、それしか言わん。あるのある。多分分かる人は、うん、そうそうそうってなってると思うけど。まあでも仕方ない、嘘なら仕方ないかな。逆にその隠してることをね、うん、教えてくれた時はちょっとその価値ある友達になれるんじゃないの。だからそういう意味ではね、ちょっと今の話をするとね、うん、今ね終わり物語のね、やっぱりね扇ちゃんがね、もうなんだこいつ気持ち悪いなってなるんですけど、まあそういうことで、
誠に勝手にマコアニランキングでした。はい、イエーイ。みんなもねこれを参考にね、いろんなアニメどんな友達になりたいか見てくれたらいいかなと思います。はい、なんだ今日は俺はいつもコーナータイトルがどうならへんからねあれですけども、そう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 、ではそろそろエンディングに行きましょうよ。もう5分ぐらいあります、はい、あと5分か。じゃあここまで言って、その正直さ、これ台本って言ってもさ、この文章通り読まんで、エンディングでーす。はーい。何これングでーすって初めて言った。いやもうね、その今日いっぱい喋ってね、まだ声で喋れるから安心しましたけども、久しぶりに2ヶ月ぶりやん。そうね、割とね控えめに話せてよかったです。いやほんまちょっと俺も気使ったもん、うんうん、やっぱりな。でもそれでね、もう、ま、ワンマンも来週か、いよいよ来週よね。11月29日、過去、あ、ないんやこういうこういうの。そうな、それにはね、だってもちろん来ていただいて皆さんね、ワンマンもまこちゃんの不死身、不死身ですよね。そうです、行きましょう行きましょう言うてもた29日何曜、日曜日ですよね。ショー、はい、言ってください。よろしくお願いします。11月29日京都の伏見バズ、うん、よろしくお願いします。メール予約もね今受付中なんですよ。お、どうよどうよ、その29日のワンマンに向けて結構着々と進んでる準備とか、いろいろとテンションとかも合わせにいかなあかんし。そうですね、昨日ちょっと生歌で歌うことができて、うん、まずちょっと自信がつきましたね、うん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 、そりゃよかった。そう、ワンマンライブは生バンドもあるので、めっちゃいい、それめっちゃいいやん。あとね、このバズってめっちゃ照明がすっごいね、へえ、整ってんねや。そうで、音もすっごいいいんですよ、うん、あ、そうなんや。じゃあマジでいい、あのもう機材とか全部ええとこでやらせてもらえんねや。しかも生バンド、生演奏です。正直ね、なんかあの、あ、でも、あ、どう、なんかね、うんうん、あんまりこれバッて言っていいのかわからないけれども、うんうん、すっごい自信あるみたいなことを箱の人が言ってはった。ああ、そのもう来てもらったら音響から設備からはもううちも負けませんよと。そう、絶負けないっすみたいなことはすっごい言った。あ、じゃあまあそれぐらいええ箱でできんねや。そうそうそう、これぜひ行かないとね。もう予約したっていう人、お、みんな参りまーす。さすが、俺は予約してなかったね。じゃあ僕もね、栄一郎と飲みに行きたい人は心斎橋にあるエスパスっていうバーで来てくれたら今日もいますんで、一緒にソフトドリンクとか飲み放題ですのでよろしくお願いします。そんなことはどうでもいいわ。さてさて、じゃあ次回のね放送日、ちょっと次回の放送日いつでしたっけ、いつ、あ、ちょっと忘れましたね。じゃあまたそれツイッターとかで確認していただければいいと思います。はい、ではではまこっちゃん、最後しっかりとパシッと締めていただきますか。はい、というわけで以上、ことまきプロジェクトプレゼンツ鴨川まことのまことにアニメでした。ありがとうございます。またね。15時からライブです。僕が一緒になるあなたの笑顔、他の友達を見分ける。